オットバルデマル・マリングは、デンマークの作曲家、オルガニスト。デンマーク人で最初に、還元落法の教則本を執筆した。コペンハーゲンに生まれ、ニールス・ゲーゼと JP ・ハートマンに支持。コペンハーゲンで、教会オルガニストとして自活する傍ら、1874年に、コペンハーゲン演奏協会のを設立するにあたっては、共同設立者並びに、第二式者となった。 1889年に王立デンマーク音楽院の教授に1909年より院長に就任。そして1900年よりコペンハーゲン大制度のオルガニストを務めた。楽譜の肯定者も務め、楽譜出版社サンフンドットティル・アジェベルス・エ f フ・ダンスック・ムジークのために、ハートマンやゲーゼ、クリスティアン・ユリウス・エンセンらの作品のピアノスコアや、 ボーカルスコアを作成した。オルガン作品によって国外での名声を勝ち得たが、死後間もなく音楽の趣味の変化のために祖国ですら忘れ去られるに至った。いくつかの演奏開用作品が録音されたのは20世紀後半になってからである。後にオルガン曲と声楽曲の作曲に専念したが、バイオリンと還元楽のための幻想曲へ、蝶々作品20。 ロベルト・シューマン風のピアノ30奏曲一長長作品36、ブラームス風のピアノ競奏曲派単調作品43がある。これらは滅多に上演されないし録音されない。その他の大作に公共曲に単調作品17、カンタータ、聖なる土地作品46、弦楽80奏曲作品50がある。ありがとうございます。